ナルミの独舌アメリカンライフ。はい、今週も始まりました、しのぶとなるみの独舌アメリカンライフ。はい、どんどんつぶやくからいつもはいーって始まりますの、はい、ほいーとかね、はいはい、うん、から始めていきたいと思います。はい、私のつぶやきはですね、最近よく聞く言葉だなって思うんですけど、はい、あの承認欲求っていう言葉をすごくよく聞くじゃないですか。少林寺欲求？違う違う、少林欲求少林寺の欲求ってどういうあの憲法の欲求なのか分からないですけど、ちょっとババアだからね、いつもなんかツイスト入っちゃうのね。はいはいはい、はい、承認欲求どういう感じ？承認されるとかの承認に欲求、うん、欲求、はい、あ、欲求？欲求、ディマンドってことね。あ、そう、まさにその通りです。承認欲求、承認欲求って前の多分あのメッセージくださった方も書いてあって、自分は承認欲求が昔から強い子でっていう感じの書き方なんていうの。じゃあ英語で言うと何？アプルーボーディザイアみたいな感じ。確かに多分、うん、デザイアクセプタンス、なんかディソーダーなのかもしれない本当になるほど、要は受け入れてほしい欲求ってことか。そうなんです、そうなんです、まさにその通りで、うん、で、あの最近私母がアドラーっていう、うんうんうん、あの心理学者 の、うん、あのまあ、ビデオみたいなのを教えてくれて、うんうん、あの100分で名著っていう、うん、NHK の番組でアドラーが取り上げられてたんですけど、なんかこの子供っていうのはもし褒めて育てると、うん、なんか何をするにも、うん、よく頑張ったねとか、うん、100点の取ってきたら頑張ったねとか、うん、なんかこう褒めて育ててしまうと承認欲求が出てくるらしくて、うん、あ、自分は頑張れば褒められる、頑張らなければ褒められないっていう、なんかこう欲求を求めるらしく、まらしくて、ほうほう、だからそのアドラー的には褒めすぎるのも良くないっていうのが、まあ、彼らの考え方なんですよ ね、 ね、うん、だからこう、うん、別に100点取っても取らなくても、うん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 、あの本人が、うん、あの頑張ってれば、うん、別にどうでもいいわけで、うん、っていう感じの考え方ではあるんですよ。なるほどなるほど。でそれで考えてみたら、私あんまり父と母に対して承認欲求がなくて、うん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 、でもそういう風に育てられてきたから、うんうん、なんか別に成績が良かったから褒められてきたこともあるし、褒められたこともあるしってこと？褒められてきてなかったってことかな。いや、褒められてきたんですけど、褒められてきた部分がちょっと違くて、うん、なるほど。だ多分あの成績とかで一回も褒められたことないんですよ。褒められてるんですけど、ただなんかこうオーバージョイぐらいに、なんかこう、うんうん、すごい、なんか100点取ったらすごいねみたいな感じでもなく、うんうん、なんか悪い点取ってもいい点取っても何も言われなかったんですよ、うんうんうん、なんかあんまり頑張ってるからね。頑張ってるから、そう、まさにその通りで、うん、一生懸命やってるから、うん、一生懸命やってればいいみたいな感じの教育だったんで、うん、だからあんまりこう自分的に承認欲求っていうのを求めないで生きてきたんですよね、うん、なんかどっちかというとアドラーの教育っぽく育ってきて、うん、で好きなことをやりなさいみたいな、うん、あのなんかこうあなたの人生なんだから、うん、あなたが家事を取りなさいとか、うん、あんまり親からの、この期待っていうのもなかったりとかして、うん、だからそういうのを見てると、あ、承認欲求って意外にあるもんなんだなと思って、うん、なんか認められたいとか、うん、親から、あの親が行ってほしい道に行かなければ、うん、なんかこう親をがっかりさせるとか、うん、なんかこう、あ、いい大学に入りなさいって言われるからいい大学に入りたいとか、うん、意外に自分のこのやりたいことを、うん、あの親のために生きるっていうことが、うん、ただ、あ、多いじゃないですか、うん、そうだね、でもそうすると、なんかこのアドラーの考え方っていうと、うん、後から恨まれますよっていう、後から恨まれる、例えばなんかこの、うん、その親に勧められた道で行ってしまってうまくいかなかったら、うん、あなたのせいって言われますよって、あ、親が、親が、はい、子供から、子供にお母さんのせいだっていう風に、そうなんですよ、うん、言ってしまいますよみたいな、うん、でも自分で行きたいって行けば、うん、自分の責任なんだから、うん、もうその人の本人の責任であって、ね、誰もこうブレイムする人がいないっていうんですか、うん、っていうのをなんかこう見て、あ、確かにその通りだな、なるほどね、だから褒めすぎると、はい、そういった傾向になってしまうこともあるよってことね、あるってことですね、本当に、うん、なんかこう褒められるために頑張るとか、うん、褒められないと頑張れないとか、うん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 、だから一切なんか成績について話さなかったんですよ、親に。私今までここに来ても別になんかこう、うん、A 取ったよとか、うん、そうね、私もそういうこと言ったことないね、うん、私も母親に勉強しなさいとかですよね、言われてなかったですよね、どこどこに入らないとダメよとか、うん、そんなのは一切言われなかったね、うんうん、だからあんまりこう認められたいっていう欲求は親に対してないというか、うん、そうだね、私も似てるかもな、うん、認められたいというよりかは、うん、こうなんか誇りに思ってほしいっていう思いの方が強いかも、うん、まさに確かにその通りですね、うんうん、
だからやっぱりそうやって育てるとそういう風になんかこう承認してくれって思うようなディザイアが生まれるみたいで、面白いね、うん、面白いなと思いましたね、うん、最近そういうなんか心理学を見て、うんうん、面白いなと思って、うん、でもさ本当多分ほとんどの人がさ、うん、まあ、私もそうだけど、うん、やっぱりとはいえども、うん、なんか他人から認められたいし、うん、他人から好かれたいし、うん、あの他人から見てあこの人はなんか立派だな立派な、ね、仕事についてて、うん、立派な人生を、ね、うん、あの過ごしててなんかお子さんもみんないい子だしって、うん、そういうのも多分思われたいって自分が思ってるのかなって思う時もあるし、うん、みんなそれある程度あると思うの、うん、他の人にこう思われたいっていうの、うん、それがイコールこうモチベーションになって頑張る人もいるだろうし、うん、で反対にそれがさこうあの何逆に左右する人もいるよね、プレッシャーみたいな、プレッシャーみたいな、うん、本当は自分はこんなんでいいと、うん、別に例えばそのなんか立派な大学入らなくても、うん、あの例えばね分かんないけどね、一例としてだよ、うん、立派な大学に入れる頭はある、うん、全然入れる、うん、頑張ってる勉強も、うん、でも実は自分がやりたいのは、うん、あの例えばだけど分かんないけど洋服を作りたいから、はい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 、あの洋服の採用系の専門学校に行って、うん、もっとこうクリエイティブなことをしたいとか思っても、はい、一般的にはえ専門学校、うん、ってなっちゃうじゃん、やっぱり一般的な人から見たら、うん、でも自分のパッションはそこなのに、うん、なんかちょっとあなんかせなんかねこんないい高校出て、うん、専門学校とか行っちゃったら、うん、お母さんにもなんか悪いなとか、確かに、そういうのってそこでもうさ自分の人生生きてないじゃん、うん、本当にてかすごい難しいよね、うん、すごくね、うん、でもやっぱりこう45になって思うのは、うん、時間は無駄だなと思った、時間は無駄だな、時間はもったいない、あの帰ってこないから、はい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 、なんか本当に自分のやりたいことを貫いていける強さを、うん、もう子供のうちから育てておかないと、うん、もう40とか50になって自分はこうしたかったのにとか、もうそんなの最高にかわいそうな人生だし、うん、だったら失敗しまくって若いうちに、うん、で新しい人生 やりきればさ、うん、もう開き直るじゃん、うん、あダメだったもういいや、うん、私これサラリーマンでみたいな、それもそれで開き直ってるからハッピーじゃんもう、はい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 、でもなんかほんとこう他人のために知らないうちに自分の人生ではなくて、うん、他人に、うん、あのいいねって素晴らしいねって言ってもらえるように生きてる人って多分ほとんどだと思うんだよね、うん、だから難しいよねすごくね、はい、でもなんか本当に時間はもったいないので、うん、この世の中、うん、このパンデミックが起きて、ね、いろんな価値観が天から地へ下がってるこの世の中、うん、この中だからね、うん、だから私もエリカに最近言ったけど、うん、キャリア考えた方がいいよって、うん、今イベント会社に働きたいないしは自分がイベントコーディネーターになりたいって言ってるけど、うん、イベント自体、うん、今後できるかどうかわからないよ、うん、こんな人数がね、うん、オリンピックがなくなるとは思わないけど、はいはい、でもこうずっとあるものかって言ったら、うん、今まであんたオリンピックキャンセルってあった今まで、うん、みたいな、確かに確かに、そんなことが起きてるってことは、うん、やっぱキャリア考えた方がいいよって言って、うん、だエリカもそんなことやられてももう分かんないって言ってるけど、ね、イベント自体は変わらないと思いますけど、ちょっと形変わってきますよね、形がね、うんうん、なんかコーディネーションの仕方も実際にやるんじゃなくてバーチャルになったりとかっていうのは変化していきますよね、確かに、そうそうそう、だからこれをね、うん、あのいいことと捉えて、うん、あのこうフレキシブルにね、うん、もっと可能性が広がるように、うん、若いんだからつって、うん、いろんなところでインターンシップやってもうお給料いりませんみたいな、確かに確かに、経験なくさせてくださいみたいな、うん、だって別にいいじゃんお給料なくたって、うん、うちに住んでればいいんだから、うん、なんかねそういう感じ、そうですよね、うん、特にインターンシップやってた方がいいなと思いますよね、うん、やっぱりこの若ければ若いほど経験そうどこでもこうぶち込んでいけるじゃん、はい、こうもしもしていけるじゃん、うんうん、アメリカってやっぱ経験ないって早取ってもらえないですからね、本当にね、うん、本当に何なんだろうねこのアメリカの世界だと思うよね、本当にその通りですわ、うんうん、でもねそうなんです、だからもう皆さんでこうなんかこうね、うん、承認欲求が強い人がいたら、うん、日本人は強いんじゃないかな、うん、強いかもしれないですね、アメリカ人よりは強いかもしれないですね、周りのことを気にする文化でもあるしね、うん、家族のこととかね、うん、自分の人生を生きたらいいと思います、うん、なんかそれってね親にもねアプライされるんだって、
なるみちゃんのお母さんにも言われたのかな、うん、でも他のアメリカ人のあのその本を書いてる名前出てこないごめんね、はい、名前出てこないけどあの人がいて、うん、あの親はもう18歳まで子供を育てたら、うん、もうそれ以降心配しなくていいんだと、うんうん、だからある程度最低 の, あのエデュケーションはね、うん、つけてあげなきゃいけないし、うん、そういう倫理とか、ね、コモンセンスとかは大事だけど、うん、でももう基本的に18を超えたら、うんもう自分で人生生きていけと確かに、うん、貧乏になろうが成功しようが、うん、どうであろうが、うん、自分で生きて自分で助けが欲しかったら、うん、お母さんお父さん 僕はこうしたいんだけど、うん、ここがないからちょっとヘルプしてくれないかと、うん、でここのヘルプしてくれた分は後でこういう風に返すからとか、うん、そういう風にもう全てイニシアチブを自分で持たせていけと、うん、で親って変なもので、うん、やっぱり一生懸命こう子供の成功のためにどこまでもこうやっぱりこう頑張ってしまうんだよね、うん、こうエクストラに、うん、だから自分たちの老後なんていうのはもうほったらかしで、うん、老後の貯蓄とか、うん、ほったらかしでやっぱりこう子供に費やしてしまうんだよね、うん、それは子供に成功してほしいって思いと、うん、やっぱりこう親だからそれはやってあげるべきだみたいな思いが強いと、うん、でもそういう強い親って良くも悪くもあるんだって、うん、立派だけど、うん、あのドローラインしなきゃいけないって言ってるアメリカ人の夫婦さんがいて、うん、2人老夫婦なんだけど、うんはいはい、あの Leave yourself っていうなんかペアレントだけど、うん、Before you're a parent You are human being みたいな、はいはい、You have your life、うん、みたいな Separate your life from kids life そうですね、いきなりこの子供、うん、自分の人生から旦那さんの人生になって旦那さんの人生が子供の人生になってしまいますからねそうなのよ、うん、そうなのよだから常に子供を産む時も、うん、育て子育てをしてる時も、うん、あのなんか常にね自分の人生っていうのは、うん、40歳60歳70歳こうやって生きるんだっていう、うん、あの絵を描いておけと、うん、それを曲げるなと、うん、で子供ができても、うん、今ちょっと休憩だけど、うん、お母さんこれは諦めないとか、うん、そういうのなんかあるとないとでは違うらしくって、うんだから子供がこのこっちのディシジョンに行くっていう時に、うん、例えばすごくお金がいるとかね、うん、でお母さんとかお父さんが全部貯金崩すんじゃなくて、うん、えそっちに行くんだったら、うん、ちょっとお母さんのライフボード的にはちょっとこれ確かにオーバーバジェットだから、うんうん、あなた What can you bring? みたいな、うん、I will help you だけど、うん、What can you do boy?、うん、みたいなそういう風ななんか話し合いをしてった方がいいみたいな、うん、そうすると子供もこう対等に、うん、そうだよねお母さんもお母さんの人生があるから、うん、I have to respect みたいな、うんっていうのなんかそれはなんかね日本人ってやっぱりこうずっと子供である以上親が面倒を見る、うん、で子供も反対に親の面倒を見るみたいな、うん、ちょっとしたこう暗黙の了解みたいな暗黙の了解があるじゃない、うん、だからなんか考えさされたね、うん、そういうふうにこう綺麗に線を切るっていうのも何気にまあいいかもなみたいな、うん、だからそれはもちろん親としても子供に面倒見てもらえると思うなよみたいな、うん、確かにまあしっかりやっていけよみたいな、うん、健康面とかね、うんうん、どっちもどっち、うんうん、確かにでもなんか、うん、あの日本はやっぱり吉野さんが言うみたいにこう全て一緒みたいな家族も全部一緒みたいな感じありますけど、うん、いいけどね、はいはいはい、助け合いだからね、うんうん、でもジェイコブのお母さん見てすごいなって思ったのは、うん、もうジェイコブがあの、まあ、無事卒業 した、うん、したんですけど、うん、この卒業する前に、うん、卒業しておめでとうって言ってる時の会話の中で、うん、ジェイコブが一回ミュージシャンになりたいって思った時があったらしくて本当にフレッシュマンぐらいの時ですよ、うん、そうねギターとか弾けるもんねはいはいはい、はいうん、でバンドにも入ってたんで彼は、うんうん、でそれで行った時にあの休学してちょっとバンド活動をやりたいって一緒に行った時があったらしいんですよ、うん、でお母さん的にはあのやめてって思ったけど、うん、でも言わずに頑張ってねって言って後で泣いたって言ったんですよへえすごいなと思って私だったらできるかなと思ってできない できないですよねいやいや学歴だけは持ってるのどっちも行けよみたいな私にちゃいそう、うん、どっちもやっとけでもそこら辺をこう線が引けるっていうのは素晴らしいなと思いましたね、うん、それで私だったらできるかなとかできないだろうなと思ってなかなか難しいね、うんうん、やっぱりこうプラン A プラン B 持っといたとか言っちゃいそうだからね本当に本当にその通りですよね、うん、だからそこでなんか頑張ってって言えるそう、ね、なんかこの余裕さは必要だなと思いました、ね、難しいよね、うん、でもなんかこうあるべきとかさはないと思うのよ、うん、その家庭その家庭のカラーがあればいいし、うん、その家庭でみんながハッピーならそれでいいし、うん、どんな形でも、うん、でもなんかやっぱりこうあの
家族でも親でも子供でも、うん、その人その人の人生っていうのはその人のものだなっていうのはすごい思う、うんうん、誰かのために生きながらも、うん、自分の人生のこうゴールまでの絵みたいなのは持ってた方がいいのかもしれないよね、うんうん、ってなんかちょっと思っちゃいましたね。本当だね。なんだかまたサンデーチャージみたいな。本当にサンデーチャージみたいな。エーメンみたいな。独絶エーメンみたいな。まあ、たまにはいいんじゃないの、独絶エーメンコースも。はい、確かに。それを学んだっていうだけの話なんですけど。そうだね、うん。うん。でも私も実はそのつぶやきがそれだったのよ。うん、あ、そうですか。うん。なんか昨日アンディと話してて、うん、でふとなんかまたでなんかねこの多分40代だからだと思うんだけど、はいはい、この40代になってからやけに老後を考えるのよね、うん、本当に、うん、わけわからないんだけど、うん、こんなことを30代には一回も考えたことなかったのに、うん、やけに考えるようになって、うん、でラストスパンですもんね。最初の20歳から30歳までは10年じゃないですか、うん、あと20歳から40までは、うん、20年で、うん、40歳から65歳ぐらいまで20年また20年じゃないですか。また違うフェーズのね、はい、だから、ゴールが見えてきちゃったのかもしれないね、なんとなく60代がね、うん、はい、それはあるかもしれないね、うん、私はどっちかというと今度はこの自分のキャリアをどうやって積むかにそうだねフォーカスが上がるんで20代なんてそうだね、うん、そんな老後なんて考えられないわね。そうなんですよ、そうなんですよ。まさに30代までは多分自分のキャリアをどうやって積むかを多分考えると思うんで、そうだね、うん、30代は本当にもうしゃかりきに働く年だからね、うん、そうですよね、うん、もうお金うんぬんじゃなくてもう働く働く働くみたいな、うんうん、でもそうなんだよね。だから老後のことをよく考えるようになって、うん、でなんかこう思うのが本当に、うん、私はアメリカに いるのかなとかね、そこね、そこ、うん、でも果たして日本で老後を過ごしたいかって言われたら、うん、それも分からなくて、はいはい、で大好きなんだけど、うん、特に食は大好きだし、食とか季節とか、うん、でもなんかこうじゃあ例えば日本に帰りたいと思う、はい、じゃあ多分65でリタイアはないと思うよ、まあ、なんつってショーンが大学行った時に 60だからないだろうと思うわけ、うん、ショーンが一人前になるぐらいに65かなみたいな、だから、うん、まあ、70とか、うん、まあ、せめて70ぐらいにはねリタイアしたいなと思うとするじゃん、はいはい、そしたらそっから日本に帰って、うん、でどうすんのみたいな、はい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 、どうすんだろう、うん、どうやって生きていくんだろうとかね。そうですよね。だからなんかこうでも本当に帰りたいと思ったら、うん、もう20年前の50歳ぐらいからは、うん、その準備をしていかなきゃいけないし、確かに確かに、だからそうやって考えたら、うん、50歳とかあと5年かとか思ったら、そうですね、確かに、どういう準備をすればいいんだ私とかさ、うん、なんかいろいろね、例えば篠さんの場合は旦那さんがあのイギリス、ね、イギリスだからね、うん、じゃあイギリス行くかみたいな、うん、別にイギリスでもいいよみたいなね、うん、旅行たくさんできるしいろんなところに行けるし、はいはい、でも高いのイギリスって、はい、住むのがリビングコストが、はいはいはい、でね、分かんないじゃん、うん、でも、うん、でもなんか医療保険とかはすごくやっぱ日本とに出ていいみたいだから、はいはい、アンディはアメリカよりも、うん、もっとピースフルに過ごせるよって、てめえそれは自分がイギリス帰るだけだろみたいなそうですね、確かに確かに、うん、そうで限りなくアンディは私よりも多分先に死ぬと思うんだよね、はいはい、うん、だからじゃあまあアンディが死ぬまでイギリスに行って、うんはいはい、70歳から何イギリスに行って、うん、アンディが死ぬまで、うん、でアンディが多分死ぬ前提でこれまた悲しいけど、うん、もうリアリティックな話ね、確かに確かに、うん、アンディが私は絶対先に死ぬから、健康的ではないですよね、間違いなく死ぬから、うん、でそしたら、まあ、アンディの生命保険をもらってで、うん、私は日本に帰るかとか、うん、でもその時何歳私とかね、そうですよね、なんかでもそういうのも、うん、やっぱなんとなくはこう、うん、絵を描いておかないと、ね、やっぱりこう、うん、いろんな準備とか決断する時に迷うと思うんだよね、はい、うん、だからって考え始めたら、うん、なんか宇宙まで行っちゃった私、そうですよね、宇宙まで行っちゃってまた本当にその通りですよね、そう、うん、だからもう考えるのやめようっつってアンディと、もうやめやめよう、分からない分からない今一応アンディとあのディスカスしたんですか、それはアンディはディスカスっていうか、うん、私が喋るのを聞いてる感じ、まあいいんじゃない、サウンズグーみたいな、でお前本当考えてないよね、うん、でアンディは基本的にあまりすごく先のことを考えられる人ではないの で、 そうです、ね、うん、目の前のことでいっぱいいっぱいであたふたしちゃう人だから、うん、確かに、うん、だからあの彼の得意分野ではないんだけど、はいはい、ドリームビジョンっていうのは、うん、そうだからこう相手してくれてる感じ、はいはい、でも私がじゃああなたが死ぬまでイギリスに行って、うん、死んだ後あなたの生命保険で日本帰るわっつったら、うん、Sounds great って言うんだけどねいいんだ
ルにとってはどうでもいい。いいのどうでもいいの。Sounds great って言ったけど。アンディが言いそう。そんなこと言わないでとか言わなさ。言わない。Sounds great、そう。そうですよね。私もなんかこうキャリアを積む時から、うん、老後のことは考えて貯蓄したりとか、ね、法案系って言ったらあのあれですよね、うん、リタイアメントとか年金とかを考えとかなきゃダメだよって言うけど、うん、私たちなんか考えられないよね。そう40年後じゃないですか、うん、そしたら20代そんなの全然考えられない。そう考えるとあなんかこう私たちは考えられないですけど、うん、でも、まあ、あと20年って分かったらそうねやっぱりちょっと焦りますよ、ね、考え始めるよね、うんうん。だからなるみちゃんも40代になってきたら、うん、そんなことを多分考え始めるんだよ。確かに今は考えても無駄だから考えないけど、うんうん、まあまあビジョンを持ってっていうのはいいかもしれないですけどね。確かに、 確かにビジョンを持ってね、うん、でも 401k もね、うん、あのこのエコノミーのクラッシュでめちゃめちゃ不安定だから、うん、あのあんまり 401k だけっていうシングルオプションではないみたいよ今皆さん。やっぱりストックとかそれこそ 401k とか、うん、それこそ他のところとかいろいろこう、うん、いろいろこうやっぱあのプラン ABC って持ってて、うん、ポートフォリオを持っとかないといけないと、ね、そうそうそう、ね、でもそれをするには金払わないとね。確かに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 。まずは金を作れっていうね。はい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 。ちょっとあのよくわからない英語かもしれないですけどファイナンスの英語だからポートフォリオも、うん、そうね確かに確かに 401k も多分、うん、はい確かに、まあ、401k は年金ってことです。年金、はい、まさに、うんうん、っていう感じですかね。はい、そんな感じでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、次ですね。はい、はい、あのミニチュア独舌ミニチュア英会話ですね、はい、Let's speak English with attitude、はい、でこのコーナーはキャンブリースポンサーでして、CAMBLY でキャンブリーっていうオンライン英会話のパイオニアです。で、キャンブリーは予約なしでいつでもファーストネイティブの先生とお話ができるので、あのキャンブリーっていう風に Google に入れていただいて、であのプロモーションコードがあるので独舌っていう風に全部小文字で独舌って入れていただけると15分の無料トライアルがあります。なのでぜひお試しください。はい、で今日の単語はちょっとね先週先々週ってちょっとあの、うん、チャラオ系のね言葉をご紹介しちゃったのでスウェットとかサヴェッジとか、あ確かに確かに、うん、なのでちょっと今回は少しあの、うん、なんだろうちゃんとした言葉はいはいちゃんとした言葉、うん、でこれがあの大喜びするっていう意味の感情を表すんだけど、はい、なんか日本語で言うと、うん、高揚するっていう風になんか、はいはい、訳されてるんだけどちょっと違うんだよね、うん、あの高揚するっていうと、うん、喋る言葉であんま使わないじゃん。確かに私それ本当大変高揚しましたって言わないじゃん、うん、でも英語でそれはあの elated って言うんだけど、うん、elated、はい、elate の ed、うん、elated って言うんだけどそれは英語では話す時によく使われていて、うん、私がどういうシチュエーションで聞くかというと、はい、よくあのニュース の、うん、あの番組で、うん、普通のちゃんとしたニュースね、はいはい、でインタビューされてる人がすごく嬉しかったんです、喜びましたってことを表現するときに、うん、I am so elated って言ってたのね。だからおそらくだけどあのとっても嬉しかったんですってよりかは、うん、日本語のニュアンス的にはあのすごく喜ばしく思いましたみたいな、うん、そういう丁寧な感じで、うん、excited とか、うん、overjoyed っていうのを表している感じはします、うんはいはい、なので I am elated at the news of my son's acceptance at Duke University とか、はいはいはい、息子がこの大学に入れてすごく喜びましたとか、うん、そういうなんかあのとっても嬉しかったっていう言葉の、はい、あのなんだろう丁寧語じゃないけど、うん、少しソフィスティケイテッドな言い方が、はい、elated でその反対語が miserable です。あそうですね、I feel sad とかじゃなくて、うん、I feel miserable。 miserable ってよく聞きますもんね、うん、聞きますね、うん、なんか悲しい以下みたいな。確かに確かにもう涙も枯れたみたいな、ね、そう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 、確かに確かに、うん、でした。ありがとうございました、はい、じゃあ今日 の、 あのトピックに移りたいと思います。はい、今日のトピックはやばいえぐいくらい本当に当たる自由回答の
心理テストということで、うん、一回やったけどね心理テスト、ね、はい心理テストでも選ぶ形のものだったんで、うん、そうだね今回自由回答なんだね、はい、自由回答であの本当に当たるのかっていうのをちょっとやっていこうとかなとで皆さんも考えられるのは一緒にそうだね自由回答だからね、はい、自由回答だから一緒に考えてもらって、うん、あの自分も答えるなみたい な, たいな、はいうん、はいはいはいでいこうかなと思います、うん、一つ最初1から10まであるんですけど1番をもうちょっと見てみるために試しにやってみたんで私はなるほどシロさんちょっと答えてください、ね、OK、はいうん、郵便受けの手紙っていう郵便受けの手紙、はいはい、あのタイトルです、うん、夢の中で、うん、あなたは目が覚めました、うん、ふと郵便受けに何かが入っている音がして、うんうん、中を見てみると、うん、手紙が入っていました、うん、手紙はいくつ入っていましたかそしてその手紙の差出人は誰ですかっていう質問です、手紙は1個入ってました、はいうん、差出人は母親お母さん、うん、分かりましたこの心理テストで分かるのはあなたの悩みの数とその悩みに関する人です、うん、そうなんだ、はい、あでも合ってるかもな、うん、母親、うん、1個しかないんだし悩み結構今悩みあるで、うん、でも多分重要な悩みなんじゃないですかコアなね、はい、でもそれは合ってるかも、うん、常にやっぱアメリカ来てから、はい、ずっとこあの消えない悩みではあるよね、はい、どうやってお母さんをサポートしていこうっていうのは、はい消えない悩みではあるね。当たってる。当たってますか。うん、私の回答きます。うん、聞きたい。USCIS。お金。イミグレ。イミグレーションオフィス。イミグレからレターが来てたの。うん、さあ確かに怖いなと思って。えその何？あい何通あったの？1枚です。1枚やばい1枚。当たってるじゃんでも。本当に当たるなと思って受ける当たる、ね、すごいね当たりますよね面白い次いきますねじゃあ、うん、次からは2人で回答するんだよね、はい、回答します私は答えてないです、うん、こっちから、うん、当たるなって思ったんでここでいこうと思いました OK、はい、名前を10人書く紙を用意して真ん中に自分の名前を書いてくださいないですね今の紙はね、うん、そして思いついた人の名前を他のスペースに10人書き込んでくださいって書いてあるんです、うん、ちょっとやってみようかやってみますか。まあ、か想像できますか。10人も想像で。いやもうな思いつくだけにしましょうじゃあ。思いつくだけね。はい。オッケー。自分の名前が真ん中にあって、はい、思いつく人をポン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 って周りに入れていけばいいのね。はい、うん。オッケー。いいよ。後ろ坂行きます。うん。なんとまあ、なんとなく自分の家族全員でしょ。そうですよ。家族全員でしょ。うん、でなるみちゃん、ジェイコブ、で秋子さん、弥生ちゃんとか、うん、そのそれほど言ったらもう LA の友達の人とか、うん、こっちの友達とかいろいろでもそれで12がなる。なりますか。うん、超えてないですか12。あれ？ちょっと超えたね。ちょっと超えましたね。うんうん、私も人たち入って家族入ってもう超えるね。超えちゃいましたよ、うん、でもあこさんとかやみさんとかそれぐらい近い人いないんですよそうなんだよねはい私の場合は、うん、で終わりました、うん、いきますこの心理テストで分かるのはあなたが上に見てるか下に見てるかでしたそうですあその場所書かないといけないから書かないといけないのよでも私書いた時白さたち上でしたもん丸にこう書くのはいどう書くんだっけ丸に書くんだっけ他のスペースにいっぱい書くみたいですあランダムにねランダムに、うん、そっか本当でも私本当、うん、確かにアンディから始まって温度計のように、うん、こう 私丸書くって思ってたから、はいはい、アンディから始まって温度計のように今言った人はこう丸くこうでもアンディ横なんですね横超タメアンディからこうやってて今あの多分ね一番上エリカ3時の方向から回ってますよね回ってたあ一番上エリカでした一番上こう来るとここに来るとエリカなんだよね私ダメだったわだって後ろさんのこうやって入れちゃったから、うん、そうですよねって後ろさんたち入れちゃったからダメだわそうだね、はい、でもそれで自分がその人のことをどう見てるかっていう立ち位置が分かるんだ、はい、上に書いたならばその人を上に見ていて下に書いたならばその人を下に見ていますへえ。なるほど面白いですね、うんうんうん、次いきますお寺に続く階段はいあなたは真夜中にお寺に続く階段を登っています、うん、途中で明るい塔なんですかこのたこれ、うん、何だろうそれ抵当抵当あお互いに感じ弱いのでまあ明かりが現れたわけだよねなんか灯火みたいなこの明かりが、はいはいはいうん、4つぐらいかな私1つっ
ですかね。一つ、うん、なんかひょうたんのように、うん、ひょろひょろひょろっと、うん、ひょうたんのようにじゃないか。ひょうたんのように、それはあの魂と違うよ。あ、魂と違う。魂じゃないんだ。それってだからなんかこのほらあのちょっと待って、ちょっと調べ、やっぱこのね、うん、あの調べないとダメだ。あ、ちょうちんだったわ読み方。しろさんすいません。これちょうちんって読むの。はい。よかったね、調べといて。低、は、等、い、じゃなかったですね。うん。うん、ということで、はい、提灯、途中で明るい提灯が現れました、はい、いくつ現れましたかっていう質問です。4つ、私1つです、うん、はい、いきます。あ、この心理テストで分かるのはあなたの本当の友達の数です。当たってます？でも当たってるかも、うん、それぐらいと思う、本当の友達って言われたら。あ、そうか、うん、のみちゃん1人？1人。お母さんだよ。お母さんですかね、きっと。だって お母さんベストフレンドでしょ。もう確かに、うん、内緒は私でしょ、きっと。確かにそうだと思いました、うん、自分で言っとくけど。はい、だからそっちかから、そうか、自分で言っとくけど。でもそうみたいです。4つ、やっぱあれかな、暗い中に。あ、そう書いてあります。友達の助けが暗い道を照らす明かりになるんですね。へえ、うん、面白いね、うん、それはなるみちゃん1個しかないけど多分すげえでかい明かりだこぜ。めっちゃでかいその明かり。何がね、うわー、太陽みたいね、でかい、うん、あー、確かに確かに。次です。あなたの恋人にする条件を5つ挙げてください。恋人にする条件ね、はい、OK。 これもうすでに答えじゃないんですね、あなたの恋人に対する条件なんてね。何が分かるんでしょうね。分かるんだろうね、ちょっと待ってね、うん、今5つでしょ、はいはい、考えた、もう5つ、はい、考えた。あなたの恋人にする条件ですよね、うん、考えたよ、うん、私が挙げますか、じゃあ今回。 OK。あ、誠実さ、okay。 あ、平等さ、うん、謙虚さ、うん、あ、何だったっけさっきは、あ、じゃあインテグリティ。インテグリティって何、日本語なんていうの、その何、あの何インテグリティって何て言うんだろう。インテグリティって何て言うんだろう、この質というか、はいはい、何だろう。そうですよね、そんな感じですよね、うん、あともう一個、あ、私に対する愛。愛、はい、うん、OK、うん、私が同じ誠実さ、はい、思いやり、うん、仕事に対するパッション、はい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 、あとなんだっけ、動物好き。あ、動物好き4位に入るんですね。4位っていうか4個、4番目、うん、動物好き、あれ、何だっけ。思い出したのに。あ、私一つ言うの忘れた。何だった？私に対する愛よりかはあれです、あの金銭感覚の、あの同じ方だか。そうだね、それもあるね、はい、あ、思い出した、社交性。社交性っていうか、あの、あの人に対するこの博愛っていうか、このはいはいはい、はい、ヒューマニティ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 言えないお互い。あ、ヒューマニティですね、はい、うん、はいはいはい、次行きたいと思います。何が分かるか、この心理テストで分かるのはあなたの本当の恋人にする条件です。そのまま言ってるじゃん。そのまま言ってるじゃん。そうですよね、うん、何が、いや普通にそうでしたよね。質問間違えたんじゃん、なるみちゃん。あなたの恋人にする条件を5つ挙げてください、うん、で心、この心理テストで分かるのはあなたの本当の恋人にする条件です。意味わからないですね。まあイコールってことだね。、うん、ちょっとこれは却下、却下です、よく分かんない、はい、うん、次、ひったくり犯、うん、あなたはひったくりになりました。運よく、あの警察官が居合わせて、ひったくり犯はその場で捕まりました。あ、そのひったくり犯の顔を見るとあなたの知り合いでした。ひったくり犯は誰でした？ひったくりにあったのね、はいはい、ひったくりってやつですね。今すごい人を思い出しちゃった。なんですか、こんなこと言ったらかわいそうだな。でも思いついたよ、思いつきました、うん、ギャってちょっと何かを問われたんでしょ。はい、じゃあ思い出しました。うん、うん、私から言おうか、はい、私ね、翔くん。あのね、来ててくれたんですよね、うんうん、私チャーリーでした、あのジェイガブの。あ、チャーリー、はいはい、うん、いきますよ。この心理テストで分かるのはあなたが叶わない、うん、と思っている人です。へえ、じゃあ私意外にショーには叶わないと思ってるんだ。あなたはこの人には勝てないなと思って。へえ、じゃあなるみちゃんはチャーリーには叶わないと思ってるんだね、うん、叶いまくりですけどね、私ね。うん、うん、なんかやっぱこうあれかな、こう
ライバル意識を持ってるような人を普通だったら思い描くのかな。こういつもこうなんかコンピートしてるような感じの人を思い描くのかもしれないね。もしかしたら翔くんとコンピートしちゃってる。何にもコンピートしてない、うん、だから多分うちらいないんじゃない今コンピートしてる人が。すごくなんか時間かかりましたもんね、うん、答えるのね、うん、次いきます。近くの公園にいる人、あなたの家の最も近い公園を思い浮かべてください。そこに誰がいますか。へ、私すぐ思いついちゃった、うんうん、何誰。お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃないです、あの私の近所に住んでた人です私もあのいとこのタカちゃんです言いますよ、うん、あ、この心理テストで分かるのはあなたを妬んでいる人です。うない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 と思う。あ、全然当たってないですね。ないと思う。なんで、ね、なんで妬みになるんだろう、その公園にいる人が。分かんないです、ね、でももしかしたら妬んでるかもしれないです。私の人は公園に行って、はい、公園に誰がいますかっていう心理テストだよね、はい、なんでなんだろうね、うん、普通にさ考えたらさ、よくこう、うん、私はタカちゃんって言ったのは、はいはい、子供を連れて公園に行ったなって思い出があるから、うん、はいはい、タカちゃんが来たんだけどすぐ、うん、でも私も同じですよ、うん、小さい頃の公園って言ったら家の後ろにあった公園、ね、でそこによく行ったなっていうのはその子だったんで、うん、やっぱこの思い出にある公園になるよね、うん、で今ここの状況で公園って言われたら、うん、一番近い公園ってその辺にあるけど、はい、それで考えたら違う人を思うのかね。誰がそこにいましたかなんて言われたら、だってそこにね、なんてね、しのさんと私しか行かない、行かないから、うん、なんならオーティスがいたみたいなね。そうそう妬まれてんだオーティス。うん、でも分かるかな、でもな、私の場合もしかしたら妬まれてるって妬まれてるかもしれない、その人に。はいはいはい、うん、なんでなんでかなって思うと、うん、なんか親友ぐらいの 仲良しだったんですけど、うんうん、なんかそこら辺の時期に私人間不信、その中学生の時、あれ小学校ですね、小学校人間不信にをあのエクスペリエンスしてっていうんですか、うんうんうん、経験して、そこからすごく関係が悪くなったんですよ。その時は1対1だったの、そのお友達と1対1の関係、それともグループの関係。1対1の関係、まあグループでも付き合ってましたし、その子は特に後ろの近所だったんで、うん、仲良かったんだ。仲は良かったですね、うんうん、でもなんかこうそうですね、距離を取り始めたのはそこからかなって感じですね、うん、でも妬まれてても仕方ないかもしれないです私は。だからそれはなるみちゃんから距離を取り始めたっていうか、その子たちが取り始めたの。私が取り始めました。その子問題なかったんです、関係なく、うん、でもその時すごいいろいろいっぱいあって、うん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 、で私から距離を取ったんで、うん、あの人間はみんな敵と思い始めた、うん、そんなちっちゃい時にね、ちっちゃい時に、はいはい、信じられないもんだって思いましたから人は怖いな、うん、そうかそうか、じゃあ意外にちょっと合ってるっつったら合ってるかもしれないね、はいはいはい、うん、と思います。次いきますね。とある有名画家が、うん、あの死亡しました、亡くなりました、はい、遺作亡くなりました、はい、遺作はどんな絵ですか。イルカの絵。へえ、イルカの絵ですか、うん、私はなんかパッて今思いついたのがね、海の絵ですか、あの波、うん、何、あの葛飾北斎の渋いな浮世絵、浮世絵渋いな浮世絵、あのここにあの山があるんです、富士山があるんです、海の絵ですね、うん、はい、答えは、あ、この心理テストで分かるのはあなたが最後に思い浮かべる絵です。周期、あの死ぬ時にってこと、はい、じゃあ私はイルカを思いながら死ぬんだね。あ、でも好きじゃないですかイルカ。あ、好きね、好きだけど、うん、好きだけど、そんな死ぬ時に死ぬ時にイルカのことを思うのかな私イルカ好きだったなって思うんじゃないですか。なるみちゃんは海のことを思いながら死ぬんだね。でも沖縄は海ですから、ね、そうだね、はいはいはい、確かにそれはまだなんかリレータボーだけどイルカかみたいな、うん、好きだけれども、はい、イルカと泳いでたいなって思うんじゃないですか。なのかもしれないね。それ夢じゃなかったでしたっけ、イルカと泳ぐのが。うん、夢だったの。そうですよね、調教師でしたよね、うん、イルカのね、イルカの調教師になりたいって思ったことがあった、あ、中学校とか小学校の時は、はいはい、なんだろうね、シーワールドとかなんかでイルカのショーを見た時にかっこいいって思ったんだよね、うん、イルカをピピピピピピピ言いながらこう、はいはい、あの操作してるお姉さんが、うん、必ず最後にジャンプインしてさ、はいはい、イルカにこう持ち上げてもらうじゃん、はい、足からバーンみたいな、うん、やりたいと思って一切思ってないやりたいと思っちゃったね、うん、なんか怖くてできなかったですね。あ、そう、うん、うん、なんかすごくあの怖いですね、そういう大きいアニマルが。本当？私は、はい、シャチは確かにちょっと怖いと思ったけど、うん、あまりにも大きすぎて、はいはい、
あの触れと言われてもちょっと触れないけど、うん、でもなんかイルカはそうだね、まあでも実際に初めてイルカとエンカウンターした時は、はいはい、やっぱちょっと引いたよね、でかっと思って。そうですよね、こう、うん、ふーんって来るじゃん、泳いで来るじゃん、うん、怖い怖い怖い最初思ったけど、うん、でも犬みたいにこうコローンってひっくり返ってお腹とか見せるから、はい、あ可愛いなってすぐ思えたけど、うんうん、小さい時ですか？それは、うん、オーストラリア時代なので、うん、もう22とかそんな感じ、うん、でも小さい時からそんな夢はあったの？あったね、夢と言われたら分かんないけど、うん、憧れではあったね、なんか調教師のお姉さんがすごくきらびやかに見えた、あ、うん、かっこいいなって思えた。一切思ったことないですね、うん、なんかあんまりないですね本当にね、うん、なるみちゃん何かに憧れるっていうのがあんまないよね。あんまないです。でもブロードウェイのに立つのを立ってみたからですね。ああ、ああいうショーね。はい、ショーショー、あれで感動したんですよ。ディズニーランドのディズニーシーに行った時に、うん、なんかなんですか、ラインダンスみたいな感じで、うんうん、あのショーがやってて、うんうん、それがなんかブロードウェイのショーだったんですよ、うんうん、それでなんか足をこうやって上げたりとかして、うんうん、だったんですよね、うん、それ見た時にすげえなと思った時はありましたけど、うん、立ちたいな、それ舞台の上に立ちたいって思ったの、思いましたね本当に。でもすぐ崩れましたねそれには結構早いうちに、うん、なんでなんだろうね。あの、あの原因はあります、うん、崩れた原因は、うん、あ、ドキュメンタリーを見たんですよ、ブロードウェイ、ブロードウェイっていう、うん、なんとかにかける橋みたいな感じの、へで沖縄の人が初めてブロードウェイに立ってるんですよね。へ、高原由香さんっていう人なんですけど、うん、日本人では初めてブロードウェイ の、うん、あのオーディションに受かって、あれにコーラスラインの一員になったんですよ。それってすごい快挙で、日本人にとっては、うん、私と身長変わらなくて、へ、そうなんです。ずっとバレエやってて、うん、で、あのアメリカンスクールに5歳から通ってて、うん、ブロードウェイスターになりたい、なりたいがために、うんうん、アメリカンスクールに通った人だったんですけど、うん、結局立ったんですけど、その人がオーディションを受けた時に言われるんですよ、うん、3歳から英語学ばないとアクセントは消えないから、うん、あの3歳からやらないと あなたはこの舞台に立てないよって言われるんですよ。その時に、あ、厳しいなって、その時初めて知りましたね、うん、この自分は一生ネイティブのような英語は喋れないんだなって。あ、そっか、挫折でした、ね、いつもアクセントがあるんだなっていう。そうなんですよ、その、うん、そ、同じレベルには立てないんだなって、うん、3歳から学ばない限りって思いました、その時は、うん、初めての挫折でしたね。うわ、だからそうだよね、劇はほら喋んなきゃいけないもんね、うん、シルクドソレイユみたいなさ、はいはい、動きだけじゃないもんね。そうなんですよ、うん、そう考えると英語ってキーじゃないですか、ね、アメリカの舞台に立って。確かにね、それが英語にアクセントがあるなんて、うん、持ってのほかじゃないですか、特にブロードウェイは、うん、ダメなのかね、うん、あったっていいと思うけど、ね、うん、でも彼女5歳から入ってもそう言われたんで、うんうん、ちょっとショック受けましたねその時はね。そうな、プロの世界だからね、厳しいよね、甘くないなって思いましたね。うん、でもそれがあの挫折です。篠さん挫折ありました？なんか、あ、もう挫折だらけの人生でございます。そうですよね、初めて自分が挫折したなって思ったというか初めての挫折、うん、初めての、初めて、ダメだわって思った瞬間、叶わないなって思った瞬間ですね。あ、そうだね、それは就職活動の時だね。あ、はいはいはい、ここまで、うん、自信をなくなったのはあの時ぐらいだね。うん、それまで結構、まあ、いじめとかはほっといてね、はいはいはい、それまであのこうね、こう自分でこうのし上がってきて、もう自信満々できてたから、で、あのもう本当見事にぶった切られたよね、何社も何社も、うん、もう私言ったけど、言ったけどね、はいはい、私はこの世にはいらないんだきっと、うん、みたいな、私は何も貢献できない人間なんだとか思ったしね、うん、そうですよね。でもあれってきついのはさ、うん、まあそのプロの世界もそうだけど、うん、まあ、でプロの世界とか、まあでもどうかな、どっちもわかんないな、なんかスポーツとかだと勝ち負けがはっきりするじゃん、うん、どんだけ頑張ってプレイしても1点差で負けたらもう負けじゃん、うん、それはなんかさ結構潔く受け入れられるのよね、はいはいはい、どうであっても、うん、まあこんなの言っちゃいけないな、うん、多分受け入れられると思うのよ、うん、でもなんかジョブインタビューとかって、そうですよ、ね、何が悪かったのかな、そうですよ、ね、なんかすごくそのインタビューしてるその人たちの人間性とか、うん、あの見る目とか、うん、もうどうなのって思っちゃうのよね、うん、私的には、うん、なんかあなたにジャッジされて、う
なんかこうそれが嫌だすごく、はい、うん、なんかまあもちろんその人はその会社の企業理念とかをよく知って会社に合う適性を探してるから、うん、もう喋ってる時にこいつは合わないって思ってるのかもしれないけど、うん、でもなんかそのボーダーラインがまちまちじゃん、うん、企業によって、ね、企業によって、うん、だからスポーツの勝ち負けとはちょっと違って、なんかこう人間性を否定される感じありますよね。あるのあるの、ジョブインタビューでこう、ま、なんか取れないと、うん、そう、うん、なんかもっとあれって結構はっきりと、うん、あのそのなぜ選ばなかったかっていうフィードバックをしてくれるようになってほしいと思う、うん、ジョブインタビューって。そうですよね。うん、そうすると落ちた人もすごく学びがあるじゃん、うん、確かにあこういう理由で合わなかったんだな私はっていうふうになんか学べれば、うん、もっとこう向上心につながるけど、うん、例えばどん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 落ちていくと、うん、何がいけないの私のみたいな、なっちゃうね、うん、あの時は一番確かに辛かったね、挫折だったね、うんうん、特にそうですよね、そのジョブインタビュー一番きついですね、うん、選ばれないとね。で私もねきつかったの多分ジョブインタビューの あのやり方が、もうオーストラリアから帰ってきて、うん、そういう風にしろって言われてたからオーストラリアでは、うん、ジョブインタビューってものはこういうものだみたいな、うん、自分を売るんだアピールするんだみたいな、うん、だから一生懸命自分を他の人と違う自分を見せて、うん、アピールしてたけど、多分それが本当に日本社会には合わなかったんだと思う。そうですよね。だってに、うん、アメリカってすごいベーグですもんね。このなんかこう、あんまり教育なってないっていうか、うん、この仕事する際に日本だったらブラックスーツにカーラーのワイカーラーのシャツを着ましょうみたいな、うん、ペンギンさんね、はい、やらペンギンになりましょうってですけど、アメリカなんて何もそれに対して、うん、なんかスペシファイしてないというか、ないない、これっていうのはない、もうビジネスカジュアル、そうなんですよ、だったらいいなみたいな、コモンセンスなくないですか。ジーパンで送る人もいるしね。そうなんですよ、帽子かぶってくるやつもいるし、ほんまに何を思ってって思うようなありますからね、うん、アメリカはね、うんうん、でもそれぐらいかな。そうですね、私もそれが10代の10歳の時でしたから、ちっちゃかったね。ちっちゃかったですね。10歳は結構心に刺さるね。そうですね、あ、うん、無理だなって思いましたね。で次、最後ですかね、これが多分、はい、行きたいと思います。年寄りの口喧嘩の夢。はい、年寄りの口喧嘩ね、はい、あなたは自身が年老いた姿で口喧嘩をしている夢を見ました、うん、口喧嘩の相手は誰ですか。自分が年寄りで喧嘩をしてるのね、はい、うん、ジェイコブかな。それはもうそれで当たり前だよね、うん、私もアンディかなって思ったしそれぐらいしかいないですよ、ね、いないでしょ、同じ年取っていく人ってね。そうですね、うんうん、答えは、あなたが大切に思ってる人です。あ、まあ、やっぱそりゃそうだよね。だって喧嘩する人って大切に思ってますからね、うんうん、イコール、まあ、そこまで長く一緒にいる人ってことだよね、うん、多分自分が老人になるまで、うん、でももう私英語で喧嘩したくないな。やっぱダメですか。もう70にもなって、うん、もうなんかうるさいとか言いたい、知らんそんなもんとか言いたいちょっとずつ教えていかないといけない。向こう行ってて向こうとかさ言いたい、うん、もうリタイアメントプランの中に入れた方がいいです。日本語アンディの教えコントラクトをね、はいはいはい、うん、そうだね、うんうん、少しずつうるさいって、うん、ラウドって意味だとかなんかそう、ね、いろいろ言えてこないじゃないですか、うん、ほっといてがリーミアロンとかね、うん、そういうなんかクリティカル英語な単語をね教えておこうかね。そう、うん、そしたら疲れないじゃないですか確かに、うん、本当ジェイコブちょっと日本語分かるんで助かりますもん。助かるよ、うん、でちょこっと言うのがちょこっと日本語で言えるじゃん、うんうん、ちょっとってあれとか、うん、そうそうそう、片付けといてとか、うん、ほぼ日本語ですからね、うんうん、それは本当楽、うん、じゃ次に、もう早く終わっちゃったんで、もう一個いく、もう一個いきますね、うん、はい、念願の人造人間。あなたは念願の人造人間を作ることに成功しました。しかし一つだけ人間と違うことがところがあります。それは何ですか。人造人間で人間と唯一違うところがある、はい、私ちょっとすぐ思いついちゃった。ちょっと待ってね。 OK 分かった。な、私ですか先、うん、あ、ノー、ん、ノー、ノー、脳みそが唯一違う、はい、うん、私なんかもっとなんかおちゃらけた理由だな。何ですか。あの、泣けないあはい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 、あの、感情がないってことですか。あ、そうだね、だ、感情が、うん、高まったりとかしなくて、だから、うん、泣けない、うん、感情がない、同じ理由かもしれない、うん、今いきますよ、うん、この心理テストで分かるのはあなたの特徴、特性です。人造人間はあなた自身で、人間と違うところはあなたが他の人と違うところです。例えば笑わないだとあなた自身があまり笑わない人か、本心で笑うことができないのかもしれません。
怒らないだとあなた自身が怒れない性格でいろいろ溜め込んでしまう性格でしょう。脳みそもう根本的に違うと私は私の特徴は脳みそです。脳みそです。脳みそです。脳が違うんです人と違うんです。全然脳が違うんです。はいはいはい。その次に私言おうとしたの言います？、うん、ハート最悪最悪ですね。みんなとハートが違うんですみたいな。もう四季やなるみ最悪。根本から私は最悪根本から私は人間と違います。あなたと違いますって思ってるのかもしれない最低。宇宙人なんだよ。だからもうウケる。あー、もう火星から来ました私みたいな。すごいひどい人間だ本当に。ひどい。もうあの10代であの人間不信になりましたから。だからやっぱあれだ、10歳からもうあれのそのはい目覚めなんだね。私は人間じゃないみたいな。私は多分人間ではな い、うん、琉球宇宙人だと思う。オリジンは琉球にあるんですよ。琉球なんだけど、はいはい、宇宙人なんだよきっと。はい、確かに確かに本当にそうかもしれない。シロさん泣けないどうですか？泣けない。でもシロさん泣く人ですもんね。めっちゃ泣くね、うんうん、心から泣いてないなって思う。それも最低ですよね。毎回毎回泣く、ね、毎回毎回泣くふりしてね。私は今毎日マイケル・ジャクソン私I'm sorry 心から泣いてないみたいな、ね、泣いてない。ウケる、びっくりですね。ちょっとこのクエスチョン言ってみようかな、アンディにも。あ、言ってみてください。何だったっけクエスチョン。あ、人造人間を作ったのね。 それが人間と違うところがある、うん、テクニカルになりすぎちゃダメですね、うん、パーツが違うと思っちゃう、ね、確かにね、うんうん、もっとこう大きいレベルで考えなきゃいけないんだろうね、はいはい、すごくこうそんなディーテールじゃなくて、はいはい、私は完全にディーテールだと思ったな、うん、じゃあ、うん、終わりたいと思います。はい、こんなところでした。皆さんはどんな感じの回答になったんでしょうかね、はい、そうだね、うんうん、ちゃんとあ当たってるわって思ったんですかね。特に何が意味が分からなかったです。私の恋人の話意味が分からなかったですね。そうね、恋人の5つの条件はさそのままだったじゃん、うんうん、あとあれが分からなかったよね。あでもともしびは、はいはい、はーって思った。そうですね。あでも本当にそんぐらいの人数だなって思ったし、ひったくり犯はひったくりはちょっと全然分かんない。なんか翔くんごめんねって感じ。確かに、うん、私一瞬アンディと思ったんですけど。あ、アンディがひったくった、うん、うん、アンディがひったくった、うん、なんだっけ。でも適当か叶わないと思ってる方全然叶うからもうすでに叶ってるからもうそんな感じですかね。近くにある公園とか公園にいる、それは一番分かんなかったね、うん、全然なんか理由なんかあんまり合ってなかったかも。そうですね、うんうん、それぐらいですかね。あとイルカの絵ん何にイルカの絵。イルカね、うんうんうん、イルカって思うのかね、うんうん、で死ぬ時にイルカのことを考えるかどうかは分かりません。そうですね、うん、確かに。で私のお葬式に奈美ちゃん出たら、しのさんイルカ考えたって聞いてみて。私イルカ考えたイルカちゃんと考えました、しのさん、うんうん、多分考えてないと思うそういうことよりもっと重要なこと考えてますよね、うん、大丈夫かみんなみたいな、うん、そう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 、はい、じゃあ質問に移りたいと思います、うん、はい。アメリカでの就職面接についての質問ですということで、しの、はい、さん、なるみさん、こんにちは。まみと申します。コロナで活動を自粛していたのですが、現在、うん、再就職活動を始めておりますと。一つモヤモヤと怒りが溜まっていることがあります、うん、日本の企業では面接では最後の方から面接官から何か聞きたいことはありますかと大体聞かれるんです、うん、求人募集で給与20万から30万と、うん、幅のある書き方をしていることが多いので私は必ず聞きます、うん、でも大抵の給与のことを聞くと面接官に嫌な顔をされます、うん、大手の就職サイトにも給料や条件面のことは面接官に嫌がられるので聞かないのがセオリーと書いてあるのです。本当だね。でも知りたいよね。はいはい、うん、しかも堂々と失敗例として書いてあるのです、うん、面接官に給料のことばっかり聞く、条件ばっかり気にした態度を取っているわけではなく、うん、丁寧な言葉で確認のために聞いているだけなのに、うん、怒り、うん、行政のハローワーク窓口で相談してもそれは内定をもらってから確認した方がいいねと言われるのです、うん、内定をもらってから確認しているんじゃ遅くないですか。どう思いますか、うん、面接官は業務内容についてはすごく詳しく教えてくれるのに給与や条件面
はタブー扱いって、うん、こういう風土はブラック企業の増殖につながると思います、うん、求人票に曖昧で幅のある書き方されて20万と30万とでは生活に違いが出るし、ね、もう本当にモヤモヤしますはっきり給与は20万だと手取りがいくらか残業代がいくらぐらいなどなど言ってくれればいいのに、うん、アメリカの面接では給与面の提示はどうなりますか、うん、本当に本当にイライラします、うん、お答えいただけると嬉しいですっていう質問でした、うん、アメリカも一緒だよ。アメリカも完全に一緒です。 25 to 55 とかすごい幅、何その幅みたいな、250万幅みたいな、うん、あの年収でね、はいはいはい、すごい幅めちゃめちゃすごいです。そうですよね、当たり前ぐらいでありますよね、うん、あのインターンもそれぐらいでした。13ドルから15ドルとか、うんうん、全然違うよね、はいはい、計算したらね、うん、2ドルも違ったらね、うん、2ドルも本当にその通りですよ、うん、2ドルも違ったら全然このアウトカムが違ってくるじゃないですか、うん、フルタイムで働いたら、うんうんうん、だからそれはね一緒、うん、アメリカも一緒、なんならアメリカの方がえげつない広いですよね、うん、なんか同じジョブに応募してる人たちの中で、うん、多分企業はあの差をつけるんだと思うのよ。はいはいはい、はい、まあ、例えば同じなんかのポジションで、うん、例えばマーケティング、うん、スペシャリストかなんかであの応募してて、はいはい、例えば3人枠がありますと、うん、で3人3人取ったけど、うん、多分3人3用全く違うあの給料のオファーをすると思うのね。そうですよね。それは経験とエデュケーショナルレベルとっていうのがあるから、うん、だからだと思うのよアメリカって。私もそう思います。でもそれはある意味モヤモヤするけど、うん、Try to be fair って感じ、はいはいはい、だから同じ仕事をしてもらうにあたっても、うん、この人はこんだけの学歴があるからかこのお金を上げなきゃいけない、うん、でプラス持って上げてもすごくウィニングに上げたいみたいな、はいはいはい、だから嫌だけど、うん、もやもやするけど、でもそういう世界なのかなとも思う、うんうん、日本もそうだしね、うん、私も採用にあの人事にちょっと関わったか、関わった時は、うん、あの特にやっぱりあのなるみちゃんにはの給料の提示額と、はいはい、他の同時に採用された子が少し違ったりとか、うん、やっぱ専門職、はいはい、そのソフトウェア開発とか専門職に携わる子はやっぱり一般の 職よりとちょっと違ったりとか、はいはい、だからこうもやもやするけどね、確かにこの応募する側としては、うん、じゃあ今この質問をね面接官といろいろ面接して話した私のこの情報をもとにどれぐらいと思いますかっていうのは知りたいよね、うん、こっちとしてはね、うん、そうですね、うん、知りたいけど、うん、でもねあのそういう世界だって割り切った方が楽と思うよ、うん、確かに聞くことで、うん、聞いてくれて OK ってあの答えてくれる企業さんもたくさんいると思うけど、うん、聞かれて、うんマイナスな印象を与えるか、うん、プラスな印象を与えるかって言われたら、うん、マイナスの方が多分強いと思うから、そうですね、そういうリスクを自分から前もって、うん、あのクリエイトしない方がいいと思うのよ、うん、もやもやするけれども、うんうん、だからあの特に本当あの内定書がもらえるまで、うん、内定書をもらったら、うん、そこで交渉すればいいと思うんだよね。そうですね、確かに、うん、だから自分でなんとなくのこのクライテリアを決めとけばいいんじゃない、うん、こういう仕事でこういう待遇だったら私は、うん、最低25万欲しいで自分の希望はしっかり持っておいて、うん、確かにそれを伝えればいいんじゃない、うん、あの聞くんじゃなくて、はいはい、あ最後にあのお宅のあ、ね、御社の、まあ、20から30万って書いてありますけれども、うん、もしあの私があの採用していただけるようであれば、うん、あでもそれも良くないなあんまりでもそれ何回も何個かあるじゃないですか面接が、ね、まずはもうアメリカは4インタビューが始まって、ね、3時ぐらいならいいかもね。そうなんですよ、3時ぐらいだったら多分、うん、そうね、これぐらいの給料ですって言われた時に、うん、ニゴシエーションしてもいいと思うんですよ ね、 そうね、だから自分あのコミュートが長いんで、うん、これぐらいいただけないと困りますとか、うん、っていうのはまあ3時ぐらいで決めてもいいと思うんですよ、ね、1時じゃちょっとあれかもしれない、ね、そうなんです。1時だと少し給料はいくらですかって言われると、うん、いやいやまだあのスクリーニングの、ま、段階ですから段階ですからってなっちゃうんで、うん、
あなたが本当にフィットするかフィットしないかっていうのはまだ分かりませんの状態の時に聞いてしまうと、うん、やっぱり嫌な印象をアメリカでも与えられると思うんですよね。そうだね、アメリカでもそれは言われてるよ、うん、ですよね。 Don't ask any detail、うん、Don't ask any vacation dates とか health coverage とか、うん、そういうのはやっぱりね、うん、Don't ask っていうのも最初のね、最初の段階は自分をよく知ってもらうことが第一だから、はい、うん、でよく知ってくれたら向こうがオファーしてくるから、うん、はいはい、そこで初めてやっぱりそのお給料だったら私は受けませんとか、うん、そうですね、こんだけいただければ喜んで受けますとか、うん、ありがとうございますハッピーですとか、うん、だからもうそれはそういう世界、うん、そうですね、っていう風にこう割り切るしかないね、うんうんうん、だ本当にね、篠さんが言ったみたいに学歴とか、これあなたはバチュラー持ってるから、うん、4年生持ってるから、うん、あなたの給料これぐらいですとかっていうの、うん、本当に幅が出てきますからね。そう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 、何とも言えないですよね。そうなのよ、うん、だから一概にこの職をできる人が20万とかっていう風には、多分会社もだからそこまで幅を持つってことは、うん、いい人材が来たら、はい、こんだけ払う覚悟があるよっていう、うん、いい証拠でもあると思うよ、うん、あ、はあ、一番上がこれぐらいだと、うん、1000万だと1000万、うん、そう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 、だからそれぐらい払う力がある会社っていう、うん、いい意味でもバッファーを持ってるところっていうのはちゃんと応募してくれる人のクオリフィケーションとかを見て判断するよっていう、うん、いい意味でもあるかなとは思うけどね、うんうん、確かに確かに、うん、そうですね、うんうん、だからそこら辺はだね、まあ、もやもやするけどね、うん、確かに、うん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 、まあ仕方がないな、こればっかりはね、はい、うんうん、こういう風土はブラック企業の増殖につながると思いますっていう意見なんですけど、そうだね、そこもそうなるのかな、うん、でもどういう風にやってもブラック企業は はびこるからね、そうですねどうであっても、うん、それはもう自分が気をつけるしかないね、はい、どういう企業なのか、うん、その企業さん の調査とかね、うん、今いろんなさレビューサイトもあるじゃない、そうです ね、うん、だからいろんな本当に実際働いた人の声も聞けるし、うん、うん、リサーチは大事かもしれない、ね、大事だね。でも今このコロナの時期だからなんか正直選べるかって言ったら、前まではなんかこのなんて学生主義というか、なんかそうそう学生市場だったじゃないですか、うん、でも今も完全に企業がもうカットして、ね、今内定全部とね、はい、と取り下げてるしね企業さんね、うん、だからそういう意味では、うん、なんかこう選べる範囲も白さんが言った氷河期みたいな感じで少なくなるかもしれないので、うん、そうだね、うん、でもね本当そう思うよ、恵美子さんもねポッドキャストでお話してたけど、恵美子さんのストーリーで、うん、それじゃないかポッドキャストで、はいはい、やっぱねこのパンデミックで本当、うん、ねいろいろ考え直したらいいと思う、そうです、ね、これをチャンスとして、うん、うん、本当にこのままでいいのか、うん、このキャリアで私は生きていけるのかハッピーなのか、うん、で本当に企業さんで雇用されること自体が今お金稼げる方法ではないから、そうですね、うん、この世の中ね、うん、いろんな人がいろんなところで成功して金稼いでるから、はいはい、まあ、もっと幅広い目を持って、うん、考えていったらいいよね、うんうん、って思います、ね、はい、まあ、もやもやしますが、はいはい、うん、もうそれはもう愚痴愚痴でお友達にうわーっと言って、はい、うん、さっぱりする、はい、うん、その方がいいかもしれないです、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ここで終わりたいと思います、はい、まだまだ、100話まで、うん、100th エピソードまで、あ、何個だっけ、あとあと4個です、あと4話、これ入れてさあと3話3週間後なので、うん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 、ぜひぜひ、トップエピソード、うん、そうだね、うん、皆さんが、うん、私はこのエピソードが一番好きですっていう、はい、トップ3をもらえばいいのかな、はい、トップ3をいただければ、あとこのフレーズでも、うん、毒アメ流行語大賞というか、うん、あ、そうだね、はい、なるみちゃんの言ったこの言葉が好きですとか、はい、私が言ったこれが好きですとか、まさにその通りです、うん、を出していただければ、うん、楽しいかなと、そうね、はい、嬉しいね、何が皆さんの中でヒットしたのかよく分かんないからね、やっぱりね、それが多ければねそのフレーズをベースにスティッカーも作れますよねなんか切るとかね、うん、そうね、うん、確かに、はいはいはい、私欲しいなと思いますけどね私もまだお互いにも選べばいいだろうね、私なるみちゃんもね、そうですね、うん、もう100個もあるから、うん、もう皆さん忘れちゃいますよね、毎回確かにね、うん、なかなか難しいよね、はいはい、うん、
でもね、いいんじゃない、だから皆さんがそんな深く考えなくてもいいし、なんか本当よく、うん、これが面白かったなって思うストーリーと、うん、言葉、はい、うん、いただければをいただければ、うんうん、ですね。で、突撃隣の国際事情もね、はいはい、盛り上がってます、ね、すっごいアマチュアアマチュアですけど、うんうん、まあでもいろんなジャンルの人を募集しているので、はいはい、うちの旦那めっちゃ楽しいですよみたいな人もいたら、うん、全然 OK ですし、はいはい、日本語わからなくても、うんうん、ね、うん、でなんかそんなんでこう友達の輪が広がっていったらいいですね。そうですね。でインスタグラム、インスタドコアメアンダースコアオフィシャルで、うん、探せば出てくると思いますので、うんうん、そこでライブやってますので、うん、はい、ぜひぜひ今までに4回、4人の方とにインタビューしたので、そうだね、それが今そこに載ってるので、うん、ぜひ、はい、注目してみてください、はい、来週のゲストはまだ決まってないからね。はい、来週のゲストはまだ決まってないので、うん、はい、これから決めたいと思います。はい、で質問感想がありましたら、うん、なるみしき @gmail.com、 なるみしき @gmail.com までどしどしよろしくお願いします。はい、はい、Facebook の方もぜひフォローしてみてください。はい、終わります。はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in the next podcast. Bye bye!